MP5 の凄さについて語ってください。MP5 は社長でしょ。すごいというか。愛は、MP5 愛はごっさんじゃないですかね。まあ、あれは当たるんですよね。当たりますよ、ね。当た誰でも当てれるんで。9ミリですね。楽、うん、楽だし。まあ、使いやすい。威力はないですけどね、当然。9ミリなんでね。まあ、当たるっすよね。無反動魔法マシンガンですよ、あれ。うん、こんな感じですね。どんぐらいだろう。むちゃくちゃ当たるんですよ。どう表現したらいいんだろうな。うん、打ったことない私目線で言うと、あれ、なんか反動どんなもんなんですか？ない。ない。ないね。本当にない。ないに等しい。まあ、その、なんだろうな。なんかないんだよ。エアガン打ってる人が打ったら、それは反動あるよねってなると思うんですけど、うん、他のね、M4 だとか AK とか、その打ってる人からすると、まあ、ないってなるような感じ。まあ、ないに等しいっていう。ないっすよ。だって、弾が9ミリっすよ。9ミリのあんなちっちゃい弾。まあ、弾頭自体はライフル弾より重くてでかいですけど、うんうん、あの豆鉄砲ですよね、うん。薬量少ない。うん、あれで 3.1 キロの銃使って撃つんですよ。うん、いやー、動かないですよね。弾、う、頭、ん、ないんで。うんうん、あれ、三星車とか連射で25メーターで撃ったって、全弾ここに入るんですよ。うんうんうん、で、連射速度は、ファイルレートどんぐらいだっけ ?800 ぐらいかな、フローと、いわゆる連射で撃っても、タタタターンとかって撃っても、25メーターで顔面外さないと思います。うん、ストックもいらないですね。そうね。いらないですね。まあ、わざわざついてる意味がわかんないぐらい。なくてもいいぐらい。適当に持って、プルーって、適当に持って打ったら。フルオート打って、もう全部入るよ、みたいな。あれ、滑稽っすよね。そこまでしてストック使いたいかっていうぐらい、サイトも3階建てにして、うん、バイザーストックつけて、頑張って打ってるんですよ。バカらしいよね。あんなのストック畳んで、うん、バイザーにガンって押し付けて打てばいいのに。うん、まあ、それでいいか。わざわざなんでサイトそういうレベルだね。あ3階建てのマウントで、ボットセット使うじゃん。うん、渋滞の人とか。あんなの外して、アイアンDからバイザーにゴンって当てて打ちゃいい。そういうレベルなんですね。だからあれ、ある程度銃やってる人が見ると、すげえ滑稽なんですよね。超ハイマウントサイトね。うん、前何センチか忘れたけど、すんげえ高いです。こんぐらい、こんぐらいあるのか。こんぐらいあるよね。銃口からこんぐらいのところにスコープあるんで。どういうことみたいなね。それ、スコープいるのかなみたいなね。ダッツサイトね、いるのかなって思うぐらい、わけわかんない仕様になってるんで。ああいうのなくていいですってね。どうせ使うんだったらもうローマウントで。やっちゃった方がいいんじゃないかなと思いますね。っていうぐらいすごい。いい銃だと思います、うん、今でも。はい、ありがとうございます。